私は、半負けの本家、貴族生まれの半馬俑先生です。今、世界人間たちがね、私も含めてです。世界中生きるのが大変となっております。コロナの伝染病など亡くなる方がたくさん未だに出てるということですね、裏でね。年寄りはだいぶ亡くなりましたね、コロナで。で、それから世界中の景気ですね。これがまた厳しいということですね。で、今回、半馬家の本家の貴族、半馬家を作った王様なんですけれども、私はね、日本の国籍の名簿の半馬家ですね。で、この社会の厳しさ、驚きましてね。今回話したかったのは、いい人間だけは生き残れるようにね、頑張ってほしいということですね。この世界中、日本はまだ一番いい方なんですけどね、私が住んでるんで、私が動かしてね、無理やり動かして、福祉関係とか、保険料とか、介護保険料とか、非常に安くて、年取っても介護保険で3割負担とかね。で、動けなくなっても、保険で3割負担で済むということですね。それと、年金制度が高くはないですけども、まあ、抑えられてて、日本の年金制度がしっかりしてるわけですね。で、問題はこの社会の仕事場環境が厳しいってことですね。このね、厳しさというのは、私が若い時だったら生きていけないですね。そんな今、厳しい事情ですね。それと、私が生きていけるのは、65歳過ぎて、年金がもらえるということでね、生活費が高くはないですけども、あるということで、かろうじて生きてるということですね。この世界環境の仕事、かなりたくさんしないと、死ぬほど仕事しないと、安定収入は得られないんですね。もう世界中厳しいんで、その仕事ですね。もう地獄ですよ、この世界中ね。まだ日本は医療関係が保険で安くなるんでいいんですけども、アメリカなんかはもう病気したら死しかないですね。治療なんか行きませんから、高くて。日本の10倍はかかるんでね、医療関係が。一泊倒れて寝たらもう財産全部失っちゃいますから、本当。100万とか平気で一泊でかかってしまってね。薬代も高いわけですね。日本の制度はしっかりしてる。
今回話したかったのは、この厳しさでは本当にね、大勢やられてしまうと思うんですよね。で、私も年金を頼りしないで自立を今見てるんですけども、仕事環境がものすごく厳しいということで、なかなか収入が得られないんですね。で、治安も世界中悪くて、どこにも住めないという状況ですね。日本以外はね。日本は一番治安がいいですね。そんなことで、今回お話したかったのは、ハンマー家、本家の貴族としてですね、もうこの厳しい社会で若者も死ぬし、年寄りはもっと死ぬ。この世界中、この厳しさ、生きる厳しさがとても厳しいですね。ね、今回は、いいものは生き残るように頑張ってもらいたいということでね、人間の神様、頑張ってもらいたい。私には貴族の神様がいますけど、地球にはいないんですね。人間の神様、頑張ってもらいたい。人間の神様は人間から作られているのです、ね。私はこの宇宙を育てて作って人間から生まれてきたハーフですね。それが本物の貴族と言ってますけども。ハンマー家の本家だけだったら日本の創業者しかありませんけれども、ね、外国の国もいくつか作ってます、私は。でね、今回人間たちの神様にお願いしたいということですね。いいものだけはね、生き残ってほしいということですね。とても厳しい社会です、これ。本当に驚いてます、私。今ね、寒いんで寝てましたけれども、私も床暖房をね、1畳の床暖房を簡易ベッドの下に引いてね、200ワットあるんですよ。それでね、暖房節約と、ね、すぐ温まるんですね。その上に布団を敷いて、また電気毛布ですね、大きい電気毛布をね、かけて、それで3枚の、マイクロ繊維の布団でね、かけて寝てるんですね。で、衛生的にも、この3枚だと、シングルだと、自分の洗濯機で洗えるんですね。1枚ずつ洗えるんで、シングルベッドだと布団全部洗えるんですね。そういう布団だけで清潔的にね、ちょっちゅう洗えるようにしてます。で、まあその苦しさはもう年と共にね、今度寒がりになってましたね。まあそういうことして、もう社会からね、厳しさに耐えてなんとか生きてますね。そんな状態ですね。私は年金を当てにしないと生きていけない状態ですね。この社会で動けないですね。厳しすぎてね。あと投資をしてるだけでね。投資はいつ稼げるかわからないものですからね。まあ、とにかくこの社会厳しいんで、生き残れる人間が大幅に減ると思うんですよね。この厳しさは生きられないですよ。とても。仕事が何でも厳しすぎて。まあそんなことで、
人間の神様にお願いということでね、テレビに出させてもらいまして、半魔家の本家の貴族、王様なんですけども、本物の貴族なんですけど、そんなことでね、いいものだけは生き残ってほしいということですね。自分も生き残りたいわけですから、それにはやっぱり質のいい人間が大事で、あとあと私が生きるためには必要なんですよね。綺麗な人間だけは生き残るようにお願いしたいと。人間の神様にね。ということでね、ちょっと記録を取らさせてもらいました。どうもありがとうございました。半魔岩尾先生でした。